皆さんこんにちは。今回も名護グルグルメツアーということで Vlog 形式でやっていきたいと思います。まず行く前にね、気合い入れるためにあの髪切ってきましたって言った感じでね、今回は名古屋にやってきたんですけれども、友達がですねリピーターめっちゃ作る焼肉屋に連れてきたいって言ったので、なんか僕をですね名古屋に連れてきたんですけど、友達がなんとね遅刻するという羽目で金山駅でなんかグルメを勝手に眺めていたっていう、なんか美味しそうなのもありますよね。でも今回ね紹介するその焼肉屋さんっていうのがタンがめっちゃ美味しくて、名古屋でタンを探してた末にたどり着いたっていうお店だそうで、それをねどうしても1年ぶりに会う僕に食べさせたいって言ったことでね、今回ねご案内してくれました。そしてやってきたのが栄の夜ですね。今日はハロウィン、いいですね。そしてねお店が和牛炭治郎っていうお店なんですけれども、ここのビルの4階にあるそうなんで、ぜひ行ってみたいと思います。こちらです。食べ放題いいですね。なかなかねいい焼肉の食べ放題ってね僕もね探してるんですけどないんですよ。でここのね面白いところが、これ仙台牛タンの食べ放題、しかも肉寿司付きで4980円で、しかも今回作るのがねレモンサワー飲み放題プラン、これめっちゃおもろいんですよ。最近ですね流行ってますよね、なんかあの卓上にあるレモンサワーなんですけど、これね普通に美味しいんですよ。なんかこういうのって大体ね味予想できるんですけど普通にうまいです。でそして炭酸水で自分で割って、で皆さんお待ちかねのね食べ放題の牛タンがですね、どうぞご覧ください。まずスモークとともにやってくるっていう圧巻ですよね。これらが食べ放題で4980円ですよ。しかもこいつらだけじゃないですからね、食べ放題のものって。これまず映えですよね。これね、画像でも動画でも本当に撮りまくりだし、しかもね、映えだけじゃないんですよ。普通に全部うまいんですよね。いやー、いい眺めですね。で、しかもこれ、このスモークあるうちに肉寿司も一緒に添えておきました。これね、食べ放題には入ってない貝の実。これね最初しか来ないやつだそうで、これを一番最初に食うのがねポイントだそうですね。美味しいものをね先に食べるのか後に食べるのかっていうので分かれると思うんですけど、ショートケーキはイチゴから食べるか最後にイチゴを残して食べるかみたいな、僕はうまいものを最初に食うタイプですお腹が減ってる時にねこれを食べた時のが一番うまい。なんだろうな、貝の実あんまり僕詳しくないんですけど、なんかすごく脂っこくて美味しかったですね。最高でした。でそしてね牛タンもレモン塩とかもあるんで、ちょっとこれレモン塩かけすぎですけどそして肉寿司で追加で頼んでいきました。いやーこれが食べ放題なのすごいんですよ。で肉寿司ね4980円のプランだと炙ってくれるそうなんですよ。もう一個安いプランがあるんですけど、それはなんか自分で焼肉のあれで炙れるそうで、でも確実にね友達が言ってたのは自分あの炙ってもらった方がやっぱりうまいって言ってました。いやプロの感覚でやってもらった方がね全然味が違うらしい。そしてこれがね片面焼きでいいタイプの牛タンですね。普通に鮮度がいいんでね片面焼きでちょっと僕生っぽい感じがね全然好きなんですよ。でそしてね追加で頼んだカルビ、もう見てわかりますよね、もううまみが、うわーいいね。でこれねしっかり焼いてから後でハサミで切るタイプなんですけど、まあ、あのこれもね僕は本当に柔らかいなんかカルビっていう感じで、まあ、なんかご飯の上でねオンカルビにして乗せたいんですけど、ただね肉寿司がうまいんでねまた追加で飲んでいきましたどんだけ肉寿司頼むんだよっていう感じで、まあ、ただご飯頼むともったいないですよね。そして仙台牛タンも追加、見てくださいこのサシの乗った感じというか、うん、いい眺め。厚切りのタンってねなかなか美味しいタンには出会うことないんですけど、厚切りのタン普通にうまいんですよね。で食べ放題の価格帯でねこのクオリティっていうのが本当に今回びっくりして、まあ食べ放題ってもうそんなね期待しないじゃないですか、腹を満たすことが目的であってっていうふうに思うんですけど、普通になんだろうねこれ僕リピーターになっちゃいます普通に。でそして友達のここねハマりすぎてプロフェッショナルの斜め45のこの角度がポイントらしいですね。醤油スプレーの職人の手さばきでまた頼んじゃいました肉寿司、何貫食うんだよっていう、食いすぎですよね。でまた斜め45度のやつやってくれるそうなんですけど友達があのであそうだこれね締めのカタラーナと
友達は何だろう、ね、ガトーショコラを頼みました。普通にこれもね映えてますよね。デザートは一人一品限りなんで、好きなもの頼んだらいいと思います。皆さんもぜひ行ってみてねー。